切れたんで、これつなぎます。特攻の話なんですけども、特攻に行くのに兵士にですね、チョコレートを食べさせます。そのチョコレートにシャブが入ってたりとかしてね、結局だからシャブで、気持ちを高揚させて生かすわけですよね。で、茨城の方のここ茨城市ですよ、春日岡高校だったかな、そこでですね、学生、女性って言ったかな、女学生って言ったかな、ほんで動員されて、結局チョコレートを包装する、そういったような仕事をしてたというようなことも言われてます。今頃になってね、やっと話が出てきたというような話なんですけども、回転神社はここにあったもんじゃないですよね。1944年に回転の訓練基地ができましたから、その中に神社を作ったんですね。こんなもんね、基本的にフローからあるもんなんかないからね、大概明治からできましたというようなもんですからね。だからまあ基本的には宗教というのはまあ詐欺ですから、やらずぶったくりで、成果報酬じゃないですからね。お願いするでしょ、お願いをして、そんなもんね、うまいこといくかいかんかわからんけど、とりあえず金先払いやっていうようなね、宗教というのはそういうもんですよ。もうすべからくすべて詐欺です。で、私は無神論者やからそないして言えるんだけどね、みんなそんなことは言いませんけども、山崎八幡宮に安置され、なんかよくわからんな、この御霊って言うんだけど、これ霊字簿、つまり字書いたもんを言うわけでしょ。で、定人、大谷雅子さんの定人ですよ。定人が撤退して、結局白浜神社にあったもんもみんなまとめて新しいにここへしたっていうことでしょ。まあ言うたらですね、もう言葉悪いからやめとくけど、みんなもうごたまぜにされてるちゅうことですよ。で、結局神だけですからね、骨とかそういうもんで髪の毛とかね、まあそもそも回転で行った人らのそういう骨や髪の毛なんかはないんですけどもね。で、戦中の1940年代以降かな、そこになってきたら結局南方でなくなっても砂しか入ってないとかね、まあ要はあって髪の毛とかそういうところですよ。そんなところで、それであってもですね、日本陸軍最大最古の墓地ですね、真田山陸軍墓地、あそこに対して私も自民や維新の議員なんかに参拝旋回とネトウヨみたいなこと言うんやったらね、ということを言うてまいりましたけれども、そういうことを骨よりも霊字簿、つまり紙に書いた字の方が尊いというようなね、そういうものの考え方は私は全く下賤なんですよね。それであるならば、もう墓みんなやめて字書いてですよ、それをどっかのとこへ紙書いて置いといたらいいじゃないですか、どこでもここでも神社あんだから。でもそんなことしないでしょ。でそもそも神徒じゃないじゃないですか、神教じゃないんだからね、基本みんな仏教でしょ。それやったら、ほな骨やらを大事にして家に骨置いて仏壇飾ったりとかね、で結局それを墓に入れるわけでしょ。ほんならこの字書いてるやつがなんで魂になるんかっていうことをね、もう説明してもらわなあかんよね。全く意味がわからん。霊字簿で神に墨で名前を書いたらそれは魂になるんかということですよ。なんだかようわからんね、ほんまにね。まあ、とりあえずここへ入れられて、新しいもん勝手にこんな作られてですよ、そこへ合祀をされてね、これでうまいこと言ってるんじゃというような、うまいこといくわけないやろ、うまいね。そもそも回転自体が戦果を上げるということはほぼなかったということですから、まあみんな訓練中に亡くなってるわけですよね。このバカみたいなことをもともとやること自体が間違ってるということをね、この神社のところにバカみたいなことをやらせてしまって申し訳ございませんということをね、やっぱはっきりと書いておくべきだというふうに考えますね。